稲村良樹です。よろしくお願いします。岡田金也です。よろしくお願いします。個人としてというよりは岡田と2人で、本当全力でもうがむしゃらさしかないんで、2人の若い力でもっともっとノアを盛り上げていけるよう頑張っていきたいと思います。自分は稲村に3ヶ月デビューで先を越されているんで、八王子もそうですが、まだまだ技術的にかなり先を行かれているんで、そういう意味でも稲村をビビらせるぐらいどんどん成長していきたいです。ノア今年最後のビッグマッチ 12.16 横浜文化体育館大会です。まずはオープニングマッチ20分1本勝負、稲村良樹岡田金也組対渡瀬瑞希林東健組のタッグマッチであります。まずは渡瀬瑞希林東健が姿を現しました。林東健は東方英雄伝の一員として今年ノアマットで修行を積んできました。画面後ろが林であります。そして先頭は渡瀬 DDT4 年目の選手、ノア初参戦で何かを残すことができるでしょうか。青コーナー DDT 190パンド渡瀬瑞希、 DDT 渡瀬瑞希がコールされました。東方英雄伝190パンド林東健、中国東方英雄伝林東健です。代わっては今年デビューしたノアの新人コンビ、勢いよく飛び出してまいりました。岡田そして稲村が入ってまいりました。花道を全力疾走、まずは岡田金也235番の稲村良樹、そして稲村良樹であります。あっという間にリングに立ちました。ノア生え抜きのルーキー、血気盛んであります。二人の新人の勢い、すごいものがあります。館内からは2人への期待の声が早くも飛び交っております。こちらがノアの新人稲村と岡田であります。対するはこちらの2人、凛と渡瀬です。さあ第1試合、新人2人ががっちり握手を交わしました。凛と稲村の先発で試合が始まっております。放送の解説は佐久間和彦さんです。佐久間さん、はい、稲村岡田組非常にたくましいですね。いやそうですね、なかなかコンビもないですし、慣れないタッグマッチにはなると思いますけど、とにかくね、入場の勢いのように、う、ね、勢いのある試合を見せてほしいですよね、はい、さあまずはショルダータックルで林東健がぶつかっていきました。ツーショルダーのコスチューム、稲村はデビュー3ヶ月、今控えている岡田より一足先にデビューしました。まあ、稲村良樹ヘビー級の新人ですが、どんどんこの体がごつくなってきますよね。あ、そうですね、デビューしてからもう、まあ、そんなに時間経ってないんですけど、日に日に大きくなってきていますしね、はい、あのフォアアームの打ち下ろしなんかはもう代名詞のように強烈な一発を見せてくれますよね、はい、さあ代わっては DDT の渡瀬が入ります。今日は欠場の上健法に代わりましてノア初参戦であります。さあ対するは岡田が入る。岡田は 12.7 後楽園大会でデビューいたしました。8月に稲村と一緒にプレデビュー戦を行うはずでしたが、負傷でデビューが延期になっております。デビューまでおよそ1年4ヶ月を要しました。まあ岡田はここまでよく耐えてデビューしましたよね。そうですね、やっぱりこうね、プレデビューが本当にないなら稲村と同じだったわけですから、はい、その時に、ね、出遅れてしまったということで、ちょっと心が折れてもおかしくはなかったと思うんですよね、それでもこう踏み立たせてね、12月7日のデビューにつなげて、はい、まあ、今日彼にとって初めてのビッグマッチですよ ね、 そうですね、ここでやっぱり存在感を示したいですね。岡田は大阪府出身の26歳、テコンドーとレスリングの経験があります。178センチ、103キロ、ヘビー級の新人であります。さあしかしここはちょっと攻め込まれております。岡田はこれがデビュー6戦目、タッグマッチは3戦目になります。さあさすがに経験の差は否めないところですが、渡瀬とリンがロープに送っていきます。ダブルの攻撃です。
東方英雄伝の林東健、こちらは2年目中国出身の22歳であります。まあ、この林そして東方英雄伝の若手は稲村たちのいいライバルになりそうですね。そうですね、この東方英雄伝の選手たちもノアマットに初登場の時からするとね、随分こう動きもスムーズになってきたところもあると思いますし、やっぱりこう、ね、同世代の選手との戦いだったり試合経験というのは非常に大きいんだなというのが感じられますよね。そうですね。さあ青コーナー渡瀬が入ります。渡瀬はノア初参戦です。デビュー3年4ヶ月27歳の選手、お笑い芸人とプロレスという二足のわらじを履いております。まあ、非常にユニークな選手ですよね。そうですね、まあ、やっぱり DDT はね割とこうキャラクターの強い選手が多いですから、うん、何かこうインパクトを残すものを、自分の中でいろいろ考えているところもある選手だと思うんですよね。まあ、急遽の参戦ですけど、はい、ノアマットはねここは若手相手の戦い、新人相手の戦いということでね、厳しさを見せたいという部分もあるんじゃないですかね。この中では渡瀬が一番キャリアがあります。初めてのこの箱根マット楽しんできますというふうに不敵に話しておりました渡瀬瑞希スリーパーホールダー。さあちょっと岡田が捕まっております。この岡田と稲村は同期入門で同じ26歳、しかも誕生日も1日違いです。まあ、本当にライバルですよね。いやそうですね、いや本当に良きライバルになると思うんですよね。デビュー戦の戦いではね、はい、岡田も非常に頑張りましたし、稲村がこう少しでも先にデビューしたという部分でね、この壁じゃないんですけど強さを見せるようなところもありましたし、ここから先の2人のライバルストーリーというのが非常に楽しみになるデビュー戦でしたよね。デビュー6戦目の岡田もとミサイルキックを見せました。セカンドロープからミサイルキックです。さあ稲村よしき、稲村よしきが手を差し出している。岡田が稲村につなぎました。まずは突っ込んでいく、うん、稲村の胸板非常に分厚いものがあります。さあこのフォアームですよ ね、 そうですね、胸板へのフォアーム、これが非常に重い稲村よしき。デビュー3ヶ月です。おっとしかし渡瀬のいい一発入りましたが、おっと持ち上げた稲村ボディスラム、ヘビー級の新人力強くいきます。このダイナミックな動きは持ち味。稲村がトップロープから中央待っていたミサイルキック、カバーに行きます。佐久間さん、今のミサイルキックどうでしょう。ためもも効いてましたしね、良かったですね。やっぱりこういう技も試合で使っていくことによって良くなってきますから。そうですね、やっぱ稲村はどんどんこう自分の武器っていうのを増やしていってますよね。はい、しかし渡瀬がドロップキックです。5分経過、バックに回るバックドロップの体勢。第1試合5分が経過したところ、おっと稲村の胸板へのエルボーフォーアームです。おっとブレンバスター上げたのは渡瀬、先輩の意地を見せていきます。身を乗り出して林東健が中を伺います。しかしその林に対しても強烈な一撃、稲村林も同じように返していく。このやっぱり稲村のフォアアームの時のスタンスが安定しているのが多分ね強いヒットを生み出す要因でしょうね。非常に重心が安定している。おっとフライングショルダー、体ごとぶつかっていきました。稲村よしきであります。そして岡田が志願して中を伺います。まだデビューして9日しか経っていません、この岡田金也ドロップキック。ただやはり練習を積んできたそういう感じしますよね。はい、おっと渡瀬にもドロップキックを浴びせました。怪我を乗り越えてこのデビューの日にたどり着きました岡田金也。今日が6戦目、ブレンバスターの体勢、林東健がこらえています。岡田も胸板にフォアアーム、岡田が吠える、ショルダータックル。そして稲村がさあここで入ってきた、2人がかりの攻撃を狙います。岡田エルボー、そして稲村はスプラッシュ。
まだタッグマッチの経験は浅いこの岡田欽也、しかしながらここまでは無難にこなしております。リオロープに振るドロップキック、突き上げるような形で決まりましたね。そうですね、ただ次の攻撃にすぐに移れません。グリーンマスターの構え、リンがカウンターのバックエルボー、おっと、渡瀬がトップロープからミサイルキック、この辺のサポーターやっぱりキャリアがある分渡瀬は上手いですよね。そうですね、渡瀬が空中から振ってきました。リンがさあ叩きつけて自らトップロープに上がります。岡田めがけてフロングスプラッシュ、リンのフロングスプラッシュ、稲村のカットが間に合いました、はい、ちょっとただ岡田これピンチが続きますよね。さあここで逆エビ固め、稲村は入れない、ここでタップです。リン統研が逆エビ固め、ボス8分38秒勝者リン統研。佐久間さんいかがでしたか。やっぱりこう攻撃をしているときは、ね、自分の良さを出せるんですけど、はい、受けに回ったときというのが、ね、まだまだそうです、ね、こうどうしても回ってしまうと、ね、受けの技術というか耐久力というのはまだ足りない部分がありますので、一気呵成に攻められてしまいますよね。ただここはまあ経験でしょうね。そうですね、まあ、やっぱりこれ、ね、まず自分のできることをやっていくことによって積み重ねでそれが武器になり、またやられることによって耐久力がついてきて受けの技術もついてくるということがありますからね。